願いします。さあ、本ですからここはゆっくりと、はい、ね、まだまだね、この後も宣伝が続きますからね、もうリラックスしてください、本当に。さあ、ということで、はるちゃん久しぶり？本は。はい、2年ぶり。2年ぶり。ぐらいですね。またもう忙しいな。いやいや、もう。親戚のおじちゃんじゃないですか。いや、2年前から来られても状況がガラッと変わったでしょ。そうですね、うん、前何しに何しに応援しに何しに、ここいっぱい飲み屋じゃないんですよ。何しにちゃんとこうね、そうですね、やったんですよ。はい、はい、聞くところによるとですね、大野さん好きな芸人さんがいらっしゃると。あ、はい、そうですね、いますね。その芸人さんのステッカーをですね、僕手帳に貼ってるんですよ。え、マジ？あ、これです。あ、ロッチ？ロッチ？ロッチじゃない。ロッチロール。え、これよう見たら、はい、長野って書いてんの？あ、本当か。そうです。何このステッカー？え、長野さんです。あ、ブログもたまに見ます。ちょっと、そうなったら前の V で見たけど、龍平さん怒ってくるで本当に。今絶対テレビの中で言ってるで。龍平さんは龍平さん。まあ、もう龍平さんも神の息で。はい、あ、長野これいつからファンというか。いや、嵐の番組に来てくださったことあって、おうおうおう、その時にいろいろいただいたんです。おうおうおう、で、うん、なんか。でもなかなかそれをステッカーをね、貼るというのはやっぱりそのネタとかほんま好きなんや。そうですね。ちょっと長野くん。ああ、長野中のやかましいわ。パイレーツ来ました。やかましいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ本当にこの男が。俺を舐めてたやつ。ざまみろ。やかましい。俺を舐めてた。大野くんは俺が好きだすぞ。はい。大野くんがね貼ってあるステッカーは2012年に僕がやったライブのグッズ販売であって、あのすごい大量に余ったんで、それをばらまいた、ばらまいた、ばらまいた。でもばらまいても手帳に貼る人はなかなかおらんよ。お箸もいただいた。お箸もいただきました。はい、娘のでもお箸を使います。いい人だ。アイドルって悪い人かと思ってた。いい人ですね。ちょっとはるちゃんどうですか、中丸さん。はい、もちろん知ってます。嬉しい。髪型がちょっとうちのお母さんに。うわぁ、南田陽子です。いや、違う、はるちゃんのお母さん。南田陽子、南田さんの娘さん。違う違う違う、南田さんの娘じゃない。あ、七光の母さん。七光じゃない。なんだ、はるちゃん。南田って性隠したって。どうでもいいよ、はるちゃん。はるちゃんの、せっかくお二人前で、はい、ネタやりたいということで、ちょっといいですか。はい、ちょっとネタいただきたいと思います。自信作でございます。コント前すいませんすいませんばっかりやってたら、なんと最後イワシになってしまった人。いきますよ。手形くん来ました。いやいや、すいません。あ、前すいません。いや、手形くん来ましたね。すいません、すいません。ちょっと、俺、ちょっと、これ、これ、はるちゃん見ててね。これ、あれ、これ、あれ、わあ、イワシになって飛びてやって。サンクー、ハル、ハルが笑えば笑った感じになるぞ。スタジオがイワシになったよ。最後、あ、夢。ありがとう。はい、面白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 い人間。実際に生でどうですか、本野君の。意味がわかんない。それがいい、それがいい。好きだっつうから来たのに、意味わかんないじゃないですか。それがいい。あ、それがいい。そういうのリーダー、そういうの好きやから。リーダー。そうやね。見てます、これもブログ、動画で。動画でショッピングセンターって言われてる。やってる。僕、土日ショッピングセンターで言うんだよ。岡田さん、もう一ネタ、もう一ネタやってよろしいですか。ちょっと、はるちゃん、もう一ネタ見たい。見たい。おお、南田はるちゃん。南田違うのか。はるちゃん、短めにって感じで、はい、今度、富士山の頂上から2000匹の猫を放つ人。手堅い。何、猫がいっぱい。富士山の頂上。レディー、ゴー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 、いけ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 、もらってください、もらってください。しばしばしぶり、黒チーム、いけ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 、みんな止まって、せーの、にゃー、はい、終わり、はい、終わり。
面白い、ハルちゃん、頭真っ白だ。カメラ赤ランプついてる、ちゃうカメラばっかりだった。そうそうそう、赤ランプ一応一応、ね、最後一応にゃーったけど、そうそう、慣れてハルちゃん、どうですか。ハルちゃん、まあ、初めてこう生で見て、すごい好きになりました。リーダーについてハルちゃんもファンになった。ハルちゃん、ごめんね、もう僕リーダーが好き。頑張って。そうそう、ハルちゃんもありがとうございました。おばあさん、僕らも5分あったらがっつりコントできますよね。お、リーダーどう？5分のネタ見たい？いや、番宣したいですね。番宣したい。では、ということでね、大野さんとハルさんの出演の水曜ドラマ世界一難しい声が今夜最終回。いよいよ最終回、これ。はい。二人ちょっと結婚できるのかどうかっていう、まあいろんな危機もありますけど、さらにあの今回最終回ということで、まあサプライズゲストというか、うちのメンバーの桜井翔が、翔が出る。何役？キャスター役だ。キャスター役で？ご本人役ですよ。ああこれ。あ、なんかちょっとこうよく、あ、ニュースでも見るわ、このインタビューされる。そう、桜井翔役で。翔役で出ますんで、はい。なるほどね。これは楽しみですよ。はるちゃん、最後にどうですか、見どころの方。はい、やっとお二人の気持ちが通じ合ったと思ったら、まだ二人の中で事件が起きてしまって、でも笑えるシーンがたくさんの最終回になっているので、はい、皆さん、ぜひ見届けてください。うわなるほどね。先週は近づいてこうキスするのかな、するのかなと思って、ちょっと抱きしめてましたけれども、これはキスします。あ、言っちゃった、言っちゃった、ちょっともうちょっと引っ張りなさいよ。いや、するんですよ。いや、するんですよ。だって指摘したんですよ。いや、したんですよ、じゃないですよ。上島さんとじゃないです。上島さんとじゃない。イベントで龍平さんとは違うんですね。じゃないです。うわー、そのあたりも見どころ、どういう流れで行くのかという水曜ドラマ世界一難しい恋最終回は今夜10時から10分拡大で放送します。はい、ありがとうございました。ということで、大野くん、はるちゃん、今日はどうもありがとうございました。さあ、続いてはこちらのコーナーです。はい、どうぞ。